はい、ということで今回は、以前動画で、コッパチェントロジャポーネの方に行かせていただいたんですが、そこで、購入してきたミニカーを、紹介していきたいと思います。今回はケンボックスさんとゼロクラフトさんが出展されていて、どっちでも買いました。まずじゃあケンボックスさんの方ですね。ホンダ S660 の株主優待の4台セットのやつですね。これ激安でした。安すぎ。そしてこちら、ウィリーの、ジャガー、これ、ね、S タイプでございます。これ100円でした。安い。で続いて、ゼロクラフトさんがやばかったです。はい。まず最初こちら、はい、ヤトミンの BMW635CSI でございます。これね、はい、この通り110円。そしてこちらも、ヤトミンの、320i でございます。110円。そしてこちら、これもヤトミンの、セリカ WX でございます。乗ってるね。330円。安い。そしてこちら、330円、サイテーションですね。ヤトミンのサイテーションでございます。そしてここまではヤトミンだったんですが、こちら、エドカーの BMW750i でございますね。そして、こちら、モートイのプジョー 205GTI。200円安い。そして、これはなんだ、マルシンキングスター、キングスターの、フォードの、エコノラインバンということで、まあ、救急車ですね、300円。そして一番嬉しい、こちら、モーターマックスの、クライスラー PT クルーザー。いい街で欲しかったから、これ。100円。空張りゲットですよ。はい、そして、こちら。こちらがね、リアルトイの BMW M3E30 でございます。はい。なるほど。そして、こちら。これもリアルトイの、323i カブリオレ。はい。でございますね。そして最後こちら、ソマの、エスコートカブリオレでございます。110円。安い。もうあのチープミニカーがほとんどですね。と一台一台この袋入でね、ちょっと見ていきましょうね。まず S6 の方ですね。はい、こんな感じ。まあ10周年アニバーサリーと書いてあります。そしてまあ順番適当で申し訳ないですけど、プジョー205、プジョーのロゴがあるんで、はい、プジョーって一発でわかりますね。で、BM はまあこの顔を見たらこれもですけど、あとこれも、これも、それからこれも、これも、これサイドは開閉するんですよね、実は。はい、これも全部 BM って分かりますよね。で、チープミニカーの中で唯一日本車セリカ、あ、まあスープラっすね。うん、スープラ左半なんで。そしてサイテーションね。もう柄がすごいね、レーシングカーみたいになってます。そしてエスコートね。これはちょっと分かんなかったね。うん、まあ分かる人には分かるんだろうけど。でジャガー、はい。で、最高の PT クルーザー。はい、最高。映えすぎに。で、はい、これ。エコノバンの E150。60分の1。ちょっと日焼けしてるんですが、これね、これ実はちょっと、開いたりするんですよね。ちょっと怖いけどね。うん。ここのね、丸い窓もね、クリアパーツで、その、まあ、窓パーツで、はい。しっかり中見えるようになってるので、なかなかやるな、という
感じです。あ、ちょっと怖い。あ、ちょっと怖いね、これ。今回は、コパジェントルジャポーネで、購入してきたチープミニカーたちを紹介しました。とトミカ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。